こんにちは、ドリスです。今回はタイ中華最上位の試合を動画化しました。今はもうやってないので1ヶ月半くらい前ですね。正面は気が妻子でちょっと運が悪いです。占いが見えたので結果大いら。結構対戦してて思ったことは、動きが硬すぎて全然勝ちきれないことが多いです。立て直しと解読管理が上手すぎて気づいたら貫通してる。フクロウを試させないように見えます。フクロウ抜かせます。ここからで挟むことができればバンミラーできましたね。存在感調整も金で鬼没使っちゃいます。オフェンス来てないの分かってから鬼没吐きましょう。手配ついたので適当にボール抜かせましょう。ついでにロングも壊しましょう。正直ここの椅子はあんまり使いたくなかったですね。なぜかというと、こうなるからですね。ここは乗り越えさせてから鏡を出して確実に仕留めましょう。どうしようもないんでオフェンスを適当に追います。起死回生リセットプラス蹴りが空いてるので持ちます。これラッキー。追い込んでから入れ替わります。直されてますね。連携が良すぎて全然圧をかけられませんね。正直貫通勝ち以外ほとんどできない。妻子がいたので負傷を増やしておきます。どうせ袋をたまるんで先騎士殴ります。即入れ替えで袋を抜かして鬼没があるので問題はなしです。院内行かれたらワープとかでだるいんで占いダウンを最優先にします。手配で立て直し場所に狙います。オフェンス負傷させたかったのですがミスったので儀して妥協します。正面にロゴあって暗号機もないのでほとんど戦力にならないとわかるのでロゴを無視します。メガネにやってるんでこのまま儀式ダウン取らます。最高の展開ですね。
ここでロングワーク使ってくれたのでありがたいです。中間キャンプでオフェンスの狩りを狙います。ここでロボも救助こさせる判断クソうまいですね。しかもロボ救助でオケのゴロも温存されてしまいました。これマジでうまい。オフェンス負傷入ったので、即持ちします。ボール使う読みでタイムを動かします。これでほぼ勝ちは固いですね。殴り狙います。来ないので下ろします。即トンネル狙ったのですが、オフェンスの騎士隊待つ判断素晴らしいですね。ボロつけられてしまったので採取を狙います。